町村旅、旅218から221日、2016年の5月26日から29日、13週目の途中の自転車旅、今回はね、1日目と2日目だけを紹介していこうかなと思っております。6番、13番、16番、あと米印になっております。これは長野県から出発して、岐阜県、そして初めて自転車で福井県、石川県入って、富山県はね、前にも入ったことがありますね。そしてですね、とりあえずね、旅自体が、8、9、10、11、4日ですよね。6、7、8、9、3泊4日なので、1日、2日目は1つで、全部で3つに分けてね、紹介しようかと思っております。全体的な順番でいくと、松本市、富山市、郡上市、大野市、郡上市から大野市にかけてね、岐阜県から、福井県入っていくんですけど、結構坂道がきつかったね。多分ね、郡上市で泊まったと思うんですよ。1日目の夜来て、松本で泊まって、郡上市で泊まるまでが第1回、1日目と2日目でひとまとめにして、3日目が、この郡上市からスタートして、大野市を通って、勝山市を通って、白山市、この辺でね、もう真っ暗になって、この辺でね、ネットカフェに泊まった記憶が残っております。ちょっと入り組んでるんですね、この辺ね。で、最終日この辺からスタートして、金沢市を通って、都南、津南、富山、で、ちょっと時間が余ったんで、この辺旅して、富山から帰っていくと、そういうことになっております。松本市はね、以前から何回も来ているところでございます。一番古いのが、見にくいな、ごめんな。なんだよこれ見えないのかよ。一番古いのが旅140日目、2014年の10月に来ております。14年の10月、2年前の秋に来てるんですね。そうなんですよ。ちょっとちっちゃくて見えないと思いますけどね。そして、高山市はね、一番最初に来たのが旅184日目、15年の10月、去年の秋に来ていると。郡上市は、旅197日目、同じ年の 1月1日までの年越しの自転車で来ているということですね。それから津南、都南、富山市に関しては旅210から213日、3月、4月に来ていると、最近来てるねってことですね。今回の旅は221日目ですね、221日目。都道府県の数ね、ちょっとチェック。都道府県の数ね、14、15、16、17、18、19、19行ってます。合ってますね。市区町村の数は622でございます。群馬県の初めて行ったところはないので、岐阜県の初めて行ったところ、注目してみましょうか。岐阜県の初めて行ったところは、今回は1日目と2日目なので、
そこを強調したいのですが、岐阜県で初めて行ったところないね、今回はね。30箇所行っております。そして、福井県は2箇所、石川県は3箇所、富山県で初めて行ったのは最終日ね、立山町と船橋村っていうものかな、そこに行っと全部で5箇所になっておりますね。まあ位置関係なんですが、このね、松本市、今回ね、5月なので、多分ね、自転車でね、山越えしたんじゃないかなと思いますね。前回通れなかったのバスで越えたのを、この時にルート、前々回かな。そして、富山を通って、富山からね、今度ね、西に行くんだね、自転車でね、山越えっぽいことをやってですね、なんか、すごい宗教団体の建物とかありましたね、そういえばね。郡上市まで行って、この辺りで泊まる。今回の動画はね、松本市で泊まって自転車で行って、ここまで行くところまで紹介したいなと思います。まあ、あとはね、また後で紹介いたしましょう。まあ、軽く説明するとすると、次の日ね、大野島で行って、勝山行って、そして、白山、金沢、野々市か、行って、そして、大野市、そうだな、そして、なんと、都南、富山。そして、時間が余ったので、このね、立山とかね、船橋とか行ったということでございますね。まあ、ぐるぐる回りながらね、のの字を描きながら旅をしていて、世田谷区からスタートして、14周目のね、青ヶ島までね、ようやく番号がつきましたね。この手前がどうなっているかっていうと、538じゃないですか。537がどこかっていうと、ここですね。537。茨城県の大洗町でございます。そこから数字が飛んで、14周目の青ヶ島につながると。14周目がここから始まって、14周目だよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14周目ね。このピンクのところをたどっていくと、愛知県の西尾市につながります。そして春日井まで番号が振ってあって、多治見、岐阜県に入っていきますね。で、今回のところにつながっていくんですね。まあ、そんな感じでございますね。でね、ここね、521番がね、2つになっちゃったんですよ。だからこっちはね、米印をつけて、こういう番号だということにいたしました。本当はね、全部直したいところなんだけど、直すの大変なんで。だからね、一つ多めに番号が本当はあるはずなんですけどね。かなりめんどくさいので、このまま行こうかなということでございますね。そういうことでございます。では、地図を振り返っていきたいと思います。まずね、松本市長野県のネットカフェに泊まります。そして、2日目でございます。バスリンクを押してですね、中野湯バス停まで行って、
山越えをして岐阜県の高山市に入っていきます。そして高山市の市街地を通り抜けて西に抜けていってですね、ちょっとした山越えですね。そして郡上市に入っていきます。2日目の夜はね、この郡上市内をちょっと行ったり来たりしながら泊まります。これ以降はまた次回紹介したいなと思います。の列車は19時ちょうど、新宿駅からまた新しい旅が始まろうとしております。通学のね、中央線のドアがまだ開いて、自分が発車する特急あずさ号が出ていかないと、あの電車は出ていけないのかなという感じですね。キオスクの横をすり抜けて、新宿駅からあずさ号が出発していきます。この列車は特急あずさ31号、松本行きです。途中の列車は夕闇ですね。黄昏時の新宿駅、気温23度と書いてあります。時は2016年の5月26日、5月の下旬、自転車ベストシーズン、新宿元副都心のね、ビル群がずっといました。長野県にやってきました。新宿から。あずさに乗って塩尻駅で各駅停車に乗り換えて、平田駅の近くのネットカフェから次の日の朝、2日目の朝出発いたします。自転車でね。まあでも松本から湯の川は2200円でバスリンクをいたしました。5月27日でございます。中野湯最小駅、これバスに乗ってるところですね。バスに乗って中野湯バス停まで坂道を登って臨行いたします。前々回だったかな、そこまで行って山越えをしようかなと思ったら冬季閉鎖中でした。中野湯バス停で降りました。ここから山越えに行きます。同じルートを通ったのは2回目でございます。ここをね、2回通らないとね、自転車ルートとしてね、2本目がね、繋がらないんですよね。14か15、この時の自分はね、そういうことにね、情熱を注いでいたのです。レンコートをなかなか晴れない、山越えでございます。山越え、空は曇っております。ああ、息が白くなっております。ここを通るのは息がかかって2回目です。失礼いたします。もう坂道を登ることで精一杯です。レンズの曇りなんて何も考えられない。岐阜県ですね。山の上の方に雪が残っております。カメラの向きもちょっと上向きでございますね。高山まで行って、もうちょっと下の方を映してもらいたかったよね。ままでも必死だったんですよね。郡上市余裕なんかないんです。坂道を登っている時はね、長良川鉄道のこの日は最終的にはですね、岐阜県の郡上市まで行きます。北の駅かな、飛騨高山美濃北美濃駅かな。そして木に囲まれた道を進んでいく。ここは平らですね。ああもうこれね、峠を越えてますね。岐阜県側にもう入っております。あそこまで登っていくぞ。緑豊か、新緑の季節ですね。そしてまたトンネルをくぐっていきます。あとはだいたい
下り坂ですね。岐阜県に入ってからも山越えがあるんですよ。2個目の峠を越えてるところです。とりあえず高山に高山を目指しております。出ました。曇ってますね。路面がちょっと湿っておりますね。川にはね、綺麗な水が流れております。一見、ダム湖色ではないような気がします。緑の色のね、種類が豊富で豊かですね。草原なんとかバス停の前ですね。なんて書いてあるのかな。ちょっと読みます。鳥居が立っております。富山県じゃなくて高山の市街地。駅の近くを通り抜けて反対側に進んでいきます。西の方に向かっていきます。田んぼには水が張られ、これから田植えがされるようなそういうシーズンでございます。ここなんて書いてあったのかな、ちょっとわかんない。なんか普通のドブなんですけど、すごい水の量が多いですね。雪解け水でしょうかね。田植えの季節だから水門が開けられてんのかな。いい天気になってね、太陽光線が路面を照らしておりますね。緑もね、生き生きとしております。周りにはなんか建物がたくさんありますね。こちらの田んぼにもね、今水が張られたばっかりみたいな感じですね。花、白い花、ピンクの花、花がね、ちらほらと咲いております。いい天気。高架道が見えますね。有料道路ですかね。川、ちょっとダム湖色してますね。松垣なんとかって書いてあるな。なんだろうな。有料道路の入り口のサインかな。なんか木がはげてますね。林業、山がはげ山になっております。田植え直後の田んぼが見えましたね。空がちょっと広くなってきました。まあでも周りには山があります。緑豊かね。またちょっと山道に入ってきましたね。この峠を越えると九条市に入っていくみたいな道を通ったような気がするんですよね。どうだったかな。まあもしかしたら複数回峠越えをしたかもしれないな。おお、棚田になってますね。水田に水が張られ鏡になっております。田植えが終わってる田んぼ、まだ田植えが咲いてない田んぼ、いろいろあります。昔ながらの町並みをすり抜けていきましたね。美しいですね。太陽がね、山の近くまで降りてきました。これはね、長良川鉄道ですね。終点の駅だね。さっきの駅は確か北から南に向かっているんですね。今の高架道はループしてね、福井県の大野市の方に行くやつですね。九十九とかここの方に行くんです。この日は
できるだけ南下してですね、深戸駅まで行きます。以前深戸からね臨行したことがあるんですけども、その時の自転車ルートをつなげようとしているかと思います。あの明かりは鉄道ですね、長良川鉄道です。ちょっと夕暮れになってますね。本日は長野県と岐阜県の自転車旅ということで、明日以降は次回紹介しようと思ってます、思っております。深戸駅に到着いたしました、ここから臨行いたしましてですね、郡上市内、美濃白鳥駅まで臨行いたします。円空のふるさと美濃、こういうね民芸品が発達しているんですね。いつの時代のものなんでしょうかね。木造の駅の扉も、扉というか戸っていうか引き戸もいいですね。なんかいいですよね、木造っていうのがね、いつまでも焼けずに残っていてもらいたいですね。まあだからといって禁煙っていうのもね、なんかね現代的で嫌だなと思うんですよね。の大田行き反対方向、自分たちは反対方向の終点。あ、でもどこまで行くやつなのか、途中までしか行かないやつかもしれないから。白鳥駅ですね。美濃白鳥駅に到着いたしました。これから宿を見つけるんですよ。橋を渡っていきます。これはですね、写真とビデオでは時間の関係性が前後いたします。これはですね、長野県の松本市平駅の近くのネットカフェ、2日目の朝出発する前に撮った写真です。またね、その時から振り返って順番に写真を紹介していこうと思います。この後に3台目のカメラもあります。バス輪行して中野湯バス停で降りたところでございます。路面が濡れております。自転車に乗って山越えをしていきます。路面も木も草も全部湿っております。曇り空ですね。そして山を登って岐阜県の高山市に入っていきます。自分もねレインコートを着ていたはずでございます。このね峠越えの瞬間が何とも言えないんですよね。まあこっから下り坂なんだけども、またね、富山市街に行くためにはもう一つ山越えをしなければいけないという、まあねまだ先が長いなという。でね、途中ね、写真が抜けている可能性があるんだよね。これはまた違うとこかもしんないな。もうね、これはね、高山市街を通り抜けて、郡上市の手前ぐらいまで来てんじゃないかな。まあ郡上市に入るまでもねすごい距離があったので、その手前のどこかなんですが、だんだんと日が暮れてきたのでもう郡上市に近づいてんじゃないのかな。棚田っぽくなっている田んぼがね山あいに広がっております。鏡のように
水が払いとおります。これね、長良川鉄道終点の駅ですね。美濃の国の美っていう字、北の駅かな。美濃の美だ、美じゃなくてのだね。美濃の国のに北の字がついている。北の駅かな。逆ですね。逆立ちして撮ったんですよ。そんなわけないよ。で、カメラがね、また新しくなってですね、これはね、長野県から、岐阜県に坂道を登っている時に撮った写真かもしれませんね。そこら辺のカメラか、そのら辺の景色からまた順番にね、紹介していこうかなと思っております。なんかね、いろんな木の色しててね、新緑の季節なんですけどもね、なんか山の緑が生え変わるというか、なんか美しいと思いつつ、奥の方の山の上の方にはね、まだちょっと雪が残っていて、山によってね、差があるっていうところもやっぱりあんまり珍しいと思いますね。あんまり見えないと思います。木に囲まれたね、ちょっと湿った路面ですが、こんな苔なんかも生えてますね。こんな景色を見ながら進んでいきます。綺麗ですよね。何気ない風景なんですけども、美しさにね、心が魅了されてしまいますね。まあ自然の木々だと思うんですけども、まあ植林された木もあるのかな、わかんないですけどね。なんか原生林っていう感じがいたしますけどもね。まあそう見えるだけかもしれません。昔のね、事情を知らないですからね。5月の終わり、これはね、もう岐阜県内入ってね、ちょっとループ的な感じに道がなっていてですね、あの道を確かね、左の方に行くと今いるところに着くんじゃないのかな。ではこれをね、登ってきたんですよ。岐阜県から最初下るんだけど、また登ってね、ループみたいなところを通って今のところに来てると。そして今から山越えをしてるんですよね。さっき自分の近くに通ったバスが今そこを通ってもっと下っていくという、僕も先ほどそこを通ってここまで登ってきたっていう感じですね。多分そうじゃないかなと思うんですよね。またちょっと空が曇くなってきたね。これはね、高山市内のね、ラーメン屋さんなんですね。何気ないラーメン屋さんでございます。つけ麺だったんですね。いいですね、なんかね、美味しそうです。そして山々、高架道、岐阜県の高山市内からね、西の方に進んでいきます。そして峠を越えていきますね。空はいい天気になってきました。これはお寺かな。
たまたま通りかかったお寺ですね。立派な鐘ですね。お寺には鐘があって、神社には鳥居がある。郡上市、こっからね、岐阜県の郡上市、高山市から郡上市に入っていきます。こんな細い道を通ってたんですね。郡上市でございます。なんかね、いいよね、こういう街並み。なんかいいですよ。昭和が残ってるというかね、まあ、ところどころに新しい建物もあるんだけど、風情がたまんないね。もう山の近くまで太陽が降りてきてますからね、田んぼに映ってんですよ、空と山がね。鏡になってんの美しいですよね。もうこれ田植えする前後しかね、こういう景色は見えませんからね。いやー、綺麗だなと思いますよ。まあ田んぼができる前は大自然で何にもなかったところから見ればね、自然ではないんですけどね。で、深戸駅まで来て自転車リンクをしてですね、そして美濃白鳥駅、白鳥駅、白鳥駅かな、深戸駅から臨行して美濃白鳥駅まで行きます。そんな感じですね。数字とかね、ちょっと間違ってる可能性もあります。よちつまののの地自転車旅第13ののちライン13の巻かっこまあ、いや第14ののじライン14の巻旅218から221日2016年の5月26から29日大野市富山編巡る旅ということでございますね。今回は1日目と2日目だけ紹介いたします。まず松本市、長野県に行きまして、平田駅の近くのネットカフェに泊まります。2日目、そこからスタートしてですね、松本バスターミナルから、バスに乗ります。で、中野湯バス停まで行って自転車に乗ります。そして、安房峠。安房峠通過、標高1790m 超えて岐阜県に行きます。以前同じルートを通ったことありますね。2本ね、同じところにね、自転車ルートをつなげないと、他のところはね、山でね通れないので、ここでね2本自転車のルートをつなげようということになったんです、この時ね。で、前回このところ行ったら通行止めになったので、他のルートを走ったこともありますね。前回か前々回か。そして岐阜県の富山県を走っていって、富山市の市街地に入っていって、そして突き抜けて西に向かっていきます。そして郡上市に入っていきます。で、白鳥町というところで泊まりますね。まだ泊まない。で、自転車ルートがつながるということですね。ここは一応13周目として旅をしていて、ここから14周目のラインということで旅しているようでございます。そしてですね、以前通ったところも通りつつ、
深戸駅から輪行して、まあ自転車のルートをねつなげたんでしょうね。そして輪行して長良川鉄道か、そして美濃白鳥駅まで行って白鳥町の宿に泊まります。普通のねなんか民宿っていうか安い宿でしたね。まあ食事ついてたかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあこの続きはねまた次回説明したいと思います。では地図を振り返っていきたいと思います。まずね松本市長野県のネットカフェに泊まります。そして2日目でございます。パスリンクをしてですね中野湯バス停まで行って山越えをして岐阜県の高山市に入っていきます。そして高山市の市街地を通り抜けて西に抜けていってですね、ちょっとした山越えですね。そして郡上市に入っていきます。1日2日目の夜はねこの郡上市内をちょっと行ったり来たりしながら泊まります。これ以降はまた次回紹介したいなと思います。